こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今日ご紹介いたしますのは、このムンスターのマットガードローカットシューズ、こちらを紹介していきたいと思っています。このムンスターという会社ですが、古い歴史があります。今から140年前、その当時は日本人の足袋を作ってたんですね。足袋を作りながら、どんどんと発展していくわけですが、直足袋を作ったり草履を作ったり、いろんなものを作るメーカーだったわけですね。そして今ではこういうふうに、完成されたシューズを作っていく、そういうふうに非常にこう歴史のある会社なわけですね。そしてまた、かたくなに日本製にこだわるメイドインジャパンなブランドになります。厳密に言えばですね、メイドインジャパンというよりはメイドインクルメというふうにこれ書かれているんですけど、そのメイドインクルメという、クルメというのは九州は福岡県の久留米市というところで、一貫してその一つの工場でこのアッパーを作ったりソールを作ったり、一貫してその一つの工場の中で作り上げるというふうなメーカーなんですね。その久留米というところは、福岡県の久留米市というところは、ブリヂストン、タイヤの、ゴムですね。ゴム、このゴム製の部分、それを作るのが非常にその伝統のあるところなんですね。そして久留米といえば、久留米がすりっていうふうに、その着物にも非常にその特筆したものを作る、そういう産地なわけですね。その久留米というところ。その久留米というところで、かたくなにものづくりを しているわけです。そしてですね、このムンスターというのは、もちろん久留米で作ってるんですけども、そのではなぜですね、海外で作らないのか。例えばその、アメリカの有名なシューズメーカーというのはほとんどメイドインチャイナ、中国で大量生産しているわけですね。しかしながらこのムンスターというのは堅くなにその、メイドイン久留米にこだわるわけです。なぜこだわるのかというと、その理由があるんですけど、メイドイン久留米の工場でしか作れないんですね。大量生産する中国では作ることができないんです。それは一つはまず職人さんの技っていうのがあるんですね。熟練された職人さんの技が、これは一つ一つ丁寧に手作りで作っていくわけです。そういうふうに職人さんがいないと作れないというところ、それがまず一つ。そしてもう一つは、その久留米というところの工場にバルカナイズ製法でこれ作られているんですけど、その特殊な機械があるんですね。その特殊な機械、もう日本にも数台しかないと言われているそのバルカナイズ製法を作るための、釜というかね、大きな釜があるんですけど、そういった、いろんな機械があって、特殊な機械があって、それは中国では、作ることができないわけですね。そういった意味では、その大量生産で中国で作るっていうのも、いろいろいろなメーカーさんの、意味もあるんでしょうけども、このムンスターに至っては、海外では作れない。日本人の職人さんの手に持って作る。そしてまた特殊な加工技術によって作られている。これがムンスターのスニーカーになるわけですね。それではこのスニーカーを作る段階をちょっと簡単に説明したいと思います。まずこのアッパーの部分、この面の部分ですね。このアッパーの部分は、ここもですね、当然その久留米で作られているんですね。これは上質の綿を使って、そしてこの染料、今度染めに入るわけです。染めに入って、特殊なその染料で、まず染料を染めますよね。そして水洗いをして乾かす。染めて、水洗いして乾かす。そういった工程を何度も繰り返しながら、こういう趣のある色合いにできていくわけですね。そしてその、その面が、そのアッパー部分ができたときに、今度はこのハトメみたいなね、この紐を通す、こういった部分。こういった部分も、職人さんが一つ一つ手作業で打ち込んでいくわけです。一つ一つ手作業で打ち込んでいく。そしてまたこういう縫製の部分。この縫製の部分も、やはり、職人さんが丁寧に一つ一つ縫い上げていくということですね。まずはこのアッパーの部分。このアッパーの部分も、一貫してクルメで作れている。そしてこのソールの部分、このゴムの部分ですね。このゴムの部分。ここも、その一貫してその久留米の工場で作られているわけですね。やはり天然ゴムを仕入れて、その天然ゴムを精製するわけですが、加工するときに、そのタイミングによって、その材料のタイミングによって、柔らかいゴム、そして芯のあるゴム、そして硬いゴムっていうふうに、その一つのゴムの中でも、硬さ、柔らかさっていうのを区別しているわけです。それはなぜかというと、その使うところのゴムの性質っていうのが、様々違うわけですね。ここは、だってはこう柔らかいゴムを使っています。そして、この底の部分、ここの部分は結構その芯のあるゴムを使っているわけですね。そしてこの塔の部分、この部分、ここには硬いですね、ゴムを使っていくわけです。
そういうふうにそのパーツパーツによってゴムの性質も変わっていくと。それがそのムンスターで、その一貫してその久留米の工場で作られているということですね。それではこのマッドガードシューズ、こちらを紹介していきたいと思います。まずはこの色合いですね。これ色合い、これブラウンですね。非常にその秋冬にふさわしい、秋らしい色合いのブラウンに、生成されてますね。こんな感じ。種類はね、何種類かあるんですけども、とりあえず今の段階ではこのブラウンの26センチと27センチを用意いたしました。で、またこのアッパーの部分、しっかりと作られているアッパーの部分ですね。そして先ほど言いましたように、その柔らかいゴム、そして芯のあるゴム、そして硬いゴム、そしてグリップ力のあるゴム、こういうふうに4種類のそのゴムですねを使ってこのソールを作っています。そして先ほど言ったバルカナイズ製法というのは、このいわゆるソールの部分、このソールの部分とこのアッパーの部分を密着させるわけですけども、これがそのバルカナイズ製法で作られているというのは、あとバルカナイズって言いますのは、いわゆる下流生成と言われるんですね。下流。いわゆる硫黄の一種なんですけど、その硫黄の一種をこのゴムの中に混ぜ合わせて、そして大きな釜の中にこう一つずつ入れていくわけですね。そこで、そのいわゆる水蒸気の加熱、加圧で、このアッパーの部分とソールの部分を非常にこうビッと密着させるわけですね。そして作られているのがこのマッドガードになります。そのバルカナイズ製法というのはもう日本に数台しかないというふうに言われているんですが、非常にその効率がいいかというと効率はあまり良くないんですね。その一つ一つこうその大きな釜に入れていくわけですね。そして時間をかけてその水蒸気で加熱加圧するわけですので、非常に生産本数が限られている、大量生産には向かない製法だと言われているんですね。ですから、そのこのムンスターにこのタイプにいたしましても、売れてるからすぐじゃあ追加生産できるかって、そうではなくて、1年間で作る量というのは限られてるわけですね。もちろんこれ以外のものも作っていかなければならないので、じゃあこれがじゃあ品切れしたらどうかというと、製品化して上がってくるのは、ちょっと先になるというふうに、そういうふうな作りですね。だからその、大量生産して、さあどんどん作れよって言っても、そういうふうにして作れるものではないということですね。これやっぱりよく見るとこんな感じになってるんですが、いわゆるこれね、普通のスニーカーというよりもこうレインシューズに近いんですね。雨の日にも安心して履いてもらえるということ。そしてこのトーの部分、このつま先の部分もこう硬いゴムで作られていますので、例えばこう山登りに行くとかね、それでキャンプにも結構使ってもらえるんじゃないかなと思います。雨の日にも強くて、そしてその耐久性も優れている。そしてこのグリップですね、このグリップ力、これも非常にその高い性能を持ってますので、非常にその長く履いてもらえる、そういうふうな耐久性の高いシューズになってるわけですね。非常にその色も形も非常にこだわった色合い、こだわったデザインをされているのがこのマッドガードシューズになります。そしてそのバルカナイズ製法によってこの商品が完成間近になるんですが、まだ完成ではないんですね。ここからがまたムンスターの特徴なんですけども、その検品が始まります。もう出来上がった商品に検品が始まる。その検品というのも職人さんが目で見て、触って、曲げて、どういった具合なのかっていうのを検品に入る。その検品のハードルが非常に高いわけですね。少しでも、ちょっとでも、その、おかしなところが見えたら、これ全部こう、破棄されるわけですね。その商品で商品化にならないわけです。で、商品化にならないのはどうするかというと、その破棄された、もうこれは商品化にしてはダメだというふうなことが言われたときに、じゃあ、なぜダメだったのか、どのタイミングでダメになったのか、どうしてそういうふうになったのかというのを、またさらに研究を始めると。そしてミーティングが始まるわけですね。そして今後そういうことがないようにということで、その繰り返しで、その本物の製品化がこういうふうに出来上がってくるということですね。それではこのムンスターのマッドガードローカットシューズ、これを履いた感じがどんな感じであるのか、それをぜひ見てほしいと思います。How do you know how you feel?
今回はこのムンスターのマッドガードシューズを紹介していきました。履いた感じといたしましては、やはりこの普通のスニーカーよりも正直言って少し重たさは感じます。どうしてもこのゴムの部分、このゴムの部分の面積が大きいので、ちょっと重たさは感じるんですが、しかしながらその雨の日でも平気で履けるということ、そしてそのキャンプとかアウトドアに適したスニーカーになっているということですね。そしてもちろんその耐久性もあるということです。で、いろんなスニーカーがあるんですけども、スニーカーがそのアッパーとそのソールの部分がこう外れるっていうことは、よくあったりするんですけども、まずこのマッドガードに関しては外れることはまずないというふうな、そういう作りにもなってますね。こんな感じです。今回はこのマッドガードシューズを紹介していきました。このマッドガードの詳細はこの動画の説明文に URL を貼り付けてます。商品ページのリンクを貼り付けてますので、そこでもクリックしていただくと、どういったものかというのがさらに分かってもらえるかと思いますね。今回はこのムンスターのマッドガードシューズ、こちらを紹介していきました。